中学受験のリスタート、たかしです今日は2024年に予想される時事問題異常発生した生物についてやってみようと思いますじゃあ始めるよ<う>2023年は WMO からこんな発表がありました平均気温がついに産業革命以前から1.4度上昇2023年は過去で最も暑い1年っていう風になりました ま、これが直接の影響になっているかどうかはわからないんですが2023年はいろいろな生物が大量発生したことがニュースになりましたそれをいくつか紹介しましょうまずこれですクマの出現これがニュースになりました2023年の夏頃から熊が人里に現れて被害を及ぼすこういったニュースが頻繁に見られるようになりましたそこで日本に暮らしている熊について見てみましょう まず一言でクマと言っても実は北海道に住むクマと本州四国に住むクマは違うクマです。北海道に暮らしているクマはヒグマという種類。大きなものは体長が2メートル近く、体重が400キロ近くになる非常に大きなクマさんです。それに比べて本州に暮らしているクマはツキノワグマというクマ。ヒグマに比べると一回り以上小さなクマです。 ちなみにこの名前の由来はここ喉元に白い毛の部分がありますこれが三日月のように見えることから月の輪ワグマっていう名前になっていますでなぜクマが出現しているのかっていうことなんだけどこれまず一つの説は山の中でどんぐりの仲間が不作っていうことが言われていますこのどんぐりの仲間例えば水ならとかブナなんかの実なんだけど これは熊が冬越しするための餌になっています。秋にこのどんぐりをたくさん食べて冬越しのためのエネルギーを貯めるわけ。このどんぐりの仲間が不作だった場合に餌を求めて熊が人里に現れる。こういう可能性が考えられています。そしてもう一つ間接的な理由としては過疎化が進むことで里山の崩壊っていうことが言われています。よくね 田舎の写真なんかでこんな写真見かけるるこことあるよねでこの家の裏側の山これはね実は自然の山の状態ではないんだ人間が山に入って例えば下草を刈ったり薪木を取ったりして人間が管理している山これを里山って言いますそうするとこの里山の部分が奥山野生の生物が住んでいる山との境目になってたわけだ つまり動物が人里に降りてくる間のブロックの役目をしていたわけこの部分が今人が管理をしなくなったために動物が人里に直接来やすくなっているっていうことが言われているわけでそういうことで人をあまり恐れずに都市のそばに頻繁に出てくるクマのことをアーバンベア都会のクマっていう言い方もしますそして夏から秋にかけて この生物も話題になりました。カメムシの発生です。2023年の秋夏にかけて、これらのカメムシが大量に一部の地域で発生しているっていうのが話題になりました。もう、街灯にね、煙のようにやってくるカメムシが話題になったわけだ。そこで、カメムシについてちょっと知っておきましょう。まず、何の仲間なのかっていうことなんだけど、これはね、半種目っていう仲間です。 大雑把に言うと、実はセミの仲間なんだ。だから、口は吸う口を持っていますで。ほとんどのカメムシは植物にこの口を突き刺して汁を吸って生きているわけで。このカメムシの仲間ってね、実は意外に大きなグループです。例えば、体の小さなものだとアブラムシの仲間ね、ほら、アリと共生していて、アリにお尻から汁をあげる代わりに、 天虫からら守ってもらうっててもううい話ねこれで有名なアブラムシこれもセミの仲間だしあとタガメとかミズカマキリタイコウチアメンボねこれらも実はカメムシの仲間水生のカメムシっていうことになっています。これれ意外と聞かれるかるら覚えておきましょうでなぜカメムシが今年増えたのかっていうことなんだけど一説にはこういうことが言われています。 カメムシは冬の間、成虫で冬越ししてるんだけど、春に成虫は山に移動して、夏の間にね、餌を食べて繁殖するんだ。これが杉とかヒノキの実が餌になっています。そして増えた成虫が秋に平地に戻ってくるっていうことになる。でこの夏の間に杉とかヒノキの実の出来がいいといっぱいカメムシが増殖するわけだ。 こういったことが起きたんじゃないかって言われています。そしてもう一つ、去年から今年にかけて話題になっている生物がこれだ。特定外来生物キョンが伊豆大島や千葉で増殖しています。特定外来生物キョンって言うと、なんかやばい生物が増えてるような気がするんだけど、実はこの生物、こんな生き物です。かわいいでしょこのキョンっていう生物はね、実は鹿の仲間です。 中国に住んでいた鹿の一種で非常に小型体長50センチぐらいの小さな鹿なんだこれが千葉の観光施設で飼われてたんだけどこれが逃げ出して野生化してるんじゃないかって言われていますこのキョン確かに可愛いんだけど実はすごい増え方をしています2004年はね千葉県の南部の一部にしかいなかったのが 2020年にはどんどん北上しています。今はもっと北の辺りまで住んでるんじゃないかって言われている。そして数も平成18年では推定9000頭と言われていたのが、今ではなんと4万4000頭、一気に4倍以上に増えてるっていうふうに言われてるわけ。で、この増えたキョン、農作物への被害を及ぼしたり、 これまで日本に生息している日本家との生息域が競合しているっていう話もあります。そこで最近では千葉県を中心になんとかキョンの増殖を抑えることができないかっていう活動が盛んになってるわけ。ではまとめます。今年話題になった生物。まず熊です。北海道と本州四国では熊の種類が違うということは押さえておきましょう。 出現が増えた原因は、どんぐりの仲間の不作ではないかと言われています。そして、カメムシ。これはセミの仲間であるっていうこと。アブラムシであるとか、アメンボなんかも同じセミの仲間であるっていうことは覚えておきましょう。そして、この増殖の理由は、スギやヒノキの実が豊作だったんじゃないかって言われています。そして、千葉県を中心に増えているキョン。これは小型の鹿の仲間です。 農作物への被害から特定外来生物に指定されていますこれらの生物まず知識問題として出る可能性がありますそしてなぜ増殖したのかっていうのは定説はないので覚える必要はありませんただ実験のデータを読んで思考力問題として出題される可能性はあります少し気をつけておきましょうでは今日はこれで終わりにしますありがとうございました